い、はいどーい、松尾所蔵のこれ知ってます。今日も何回目やろ。もう2年、このね、12月1日で丸3になると思うんですよ。僕頑張ってるな、頑張ってんぞ、うん、行こう、今日も行こう。ということで今日ね、サイバー攻撃、このサイバー攻撃って、まあ、聞いたらどういうことやろうって、まあ、ホーム、さっきこの前ね、SEO 対策の話しました。このホームページとか、まあ、コンピューター、あれ、まあ、そのコンピューターシステムを攻撃することをサイバー攻撃って言うんですけども、不正に情報を盗み取ったりですね、まあ、ある企業さんのこう電話番号ばかりになったらそれを盗み取ったりとか、そういうことで、サイバーって英語でコンピューターとかインターネットという意味があるんですね、まあ、それを攻撃するということですね。韓国では現行のコンピューターが攻撃されてね、一時お金が下ろせなくなったこともあるそうです。アメリカではです、大統領を負傷したという嘘の情報を書かれた、怖いんですね、まあ、こういうような サイバー攻撃する人のことを、まあ、ウイルスとかをこう作って、攻撃する人のことを、ね、ハッカーって言うんですね。ハッカー、ハッカーじゃないですよ。あのアメちゃんのハッカーが美味しいんですけどね、ハッカーって言うんですけど、まあ、そういうふうな、サイバー攻撃、ね、ウイルスを作ったりするのハッカーと言われてましてね、もうこう組織的に犯罪組織と国が変わっていることがありましてね、まあ、逆にこのハッカーを国がこう雇い入れたりしていることもあるんですね。そういう映画もありましたけどね、まあ、サイバー攻撃ね、怖いですね。日本でもこれからどんどんあると思いますね。気をつけないとダメですよ。勝手にウイルスが、メールとかで入ってきたりしましてね、攻撃されてもうコンピューターがぐしゃーん、もうポッパラパーになっちゃったりしてますね。今日はサイバー攻撃でございました。松尾は攻撃しませんので大丈夫ですのでね、安心してください、見てる方。